まずここはどこですか。私は何をしていますか。卵ですね。どこでも卵やっとるやんこいつ。間違えた。マイナスじゃないのね。マイナスじゃない、マイナスじゃないって。 Y だ。これは誰。あ、捕獲、捕獲、柱行け、柱ね。我が主力はここにいるんだね。 OK。 ちょっとでもね間が空くとこうやって忘れるんだよ。ズボッと知らんのか。え、待って、どのメンツだったっけ。あ、一郎、一郎、そうそうそう、一郎ね。で、いや、うん、あ、テームス、あとは育て中のを置きたかったのかな、多分ね。あ、これだ。一進化させてって指示を、このボックスの名前で指示させしてるんだよね。だから、このケムッソっていうのは、マユルドにしたいんだね。か、あの、もう一個のやつ。目のクラゲは毒クラゲにするでしょうか。じゃあ主力3人の主力3人で捕まえに行く、多分大丈夫でしょう。空飛ぶには Y じゃない。柱、柱ってどこ。状態異常は確か一郎が電磁波を覚えてたらいいな。柱がないから地下で探検しようかな。なんでそんな近場にいると思ってるんだよ。ここ、神殿、神殿、神殿でございますか、もしかして。なんかあった気がする。倒しちゃったんよ、ここ。うわ、何、あれ、誰、スズナ。ポケモン図鑑を作ってるんでしょ。神殿にも珍しいポケモンいっぱいいるはずだから。じゃあ行ってらっしゃい、ありがとうございます。レポートしたいな。そんなまずい、そんなまずいの。え、このなんか顔がちょん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 ってなってるポケモン、ソードシールドで最近見た。スズナは三つ編みっぽいあの子。ちなみにそこじゃないからな。嘘や。ここじゃないの。ここ伝説いるかな。この見た目っているんじゃない。もう伝説なら何でもいいけどな。一匹捕まえたい。
あの滑るやつ苦手。よく考えてアルセウスでも出るんだぞ。地形を思い出して。地形、山。あ、即刻帰るっていう。でもここもなんか怪しいな。すごく怪しい。ここかな。いや、ここやな。見事な、あ、過去察しだったよね。やっぱりレジ系がいるのか。レジ系がいるんだ。確かこれの左の方だったから。あ、こっから行けるんだ。で、そこの下だよね。行き止まりになってるなら教えてほしかったね、このマップには。出ちゃった。あ、違う違う、ダメだダメだよ。このこっから下行くんだから。え、なんだこの点々は。なんだ、いけるんか。上に出るんか。え、だってここ通りようがないよな。本当に通過するだけじゃん。でも一回行ってんだよね多分。あ、こっち、こっち。下行っちゃった。誰か預けてるみたい。切り払い。これいつか、いつか上の方に抜けられると嬉しいな。くそ。お、いいぞ。あ、いいぞいいぞいいぞ。さあ、ここはどこだ。違う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 。ん？
確かに洞窟音爆音気味だね。大きいよね、絶対大きいよね。かなりでかい。マックスになってたわ。誰が下げたって言ったやつOBS 的に下げてても意味がないようで。なんかアイテムあったっていうか全然たどり着けん。降りちゃうし。どこや。暖かいベッドあります。ダメだ、もうここ絶対違う。うわっ、びっくりした。ってことはバイオレットまでマックスなんかな。音倒した罰だと思えばこのくらいの試練今ちょっとあの攻略を槍の柱って山のどこかでしょ。もうこんなに登っちゃってるからダメだし、この辺。あ、山頂への行き方。黒金、黒金、黒金、黒、あ、黒金。こっからなの。黒金、こんな場所あったっけ。炭鉱博物館207。あ、207、207って書いてあったよ。ここから入るの。うん、これ特な掲示板。こっち？あ、あったあったあった。ここ乗るんじゃない？波に。ちょっと乗ってみよう。いや、上を目指すから。お、左、格ゲーの小窓みたいな入力が。上、なるべく上。あ、あ、あ、穴ある、穴ある。詰まるな、進め。まあ上行こう、上行こう。外や。え放り出され。ちょっと待って上左下、右上左下。
と上行こう。斜め左がある最後に。あ、やったえ、まさかここ、こっちかな。やった、出るとこあるね。あそこを目指せばいいんか。え、滝登り、え、逆だ。滝登りあるよ。これ登ったらいけるんじゃない。だってなんか秘伝技使うよって書いてあったよ。岩石プレートを見つけた。帰ろう。え、なんかいたな。まあいいや。別の穴が。あれ、プレートってなんかさ、レジェンズ・アルセウスの方でもなんかさ、あったような気が。こっちに何かあるのか。ピッピだ。おレベルは。あ、そうだ、こいつ、あの電磁波ある、ある、あのエムリットの時にさ撃ってみたじゃん。逃げられたけど、あ、あったあったあった、よかったよかった。あとは左上、左上、水鉄砲覚えた。もうパウアーといえばさ、ポケカ GB でさ、ジュゴンに全然勝てんの。ずーっとチュートリアルで詰まってるわ。あれもやりたいんだけどね。ほんとや。ここにある。洞窟で、上。右。下、右、あ、さっき通りたかった場所じゃんこれ。出た。こいつらだらけだったから、ゲームボーイ時代に金銀をやめました。本当にね、夜しかできん人は本当に本邦にしか会えんから、驚くレベルで。今の矢印はどれが右と左ってどっちがどっちだっけ。今独断できた。ここは多分違うから一回戻って、あの場所から来たから、これは OK。 あ、違う、こっちじゃない。基本的に穴を見つけたら入っていくことにしよう。天才だ。基本入ってって、で、今矢印どこか分かんないけどね。あ、あ、一本道になってる。もしかして。あ、そうか。スプレー撒いてないや。下左、上。精神力、メンタルが強いぞこいつ。
何？ファーストガードが守ってる。あれ守ってるんじゃないの？パワーレベル28かな。氷の粒で。あれだね、攻撃と特攻が一緒だからどっちが伸びるタイプかさっぱりわからん。でも吹雪のイメージあるけどな。惜しい。34、30か。大体な。でもね、2段階のやつ28ってついた。まあ一郎でいけると信じているが、峰打ちなどはありません。いるわ、普通にいる。なんか立ってる。ずっと待ってたのかな。すまんね、しばらくやってなくて。一回倒しちゃって長かったね。さあ、色違いではありません。ここでわかるんでしょ多分。行こう。でストーリー上に出たやつだからさ、レベル低いでしょ。アルセウスのパルキア変形できるやつ。変形？レベル低いわ。これやりすぎないように注意しないと。パイプ不一致噛み砕くでいく。ずっと待ってたんか。もう一発やな。ただ懐いている一郎が何かちょっと空気を読まないことをした場合、リセット。よし、完璧じゃん。一回モンスターボールで、ケーキ漬けにモンスターボールで。いけんか。チャイパだけリセットする軽さ。あ、空切断。なんか誰かが使った。危ない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 。誰かが使ったな。あ、空切断。喜んでいる。リアルガはどういう見た目なんだろう。アルセウスで変形できるリアルガもゲットできる。あ、じゃあ揃えられるんだ。本当にさ、ハートゴールドソウルシルバーやろっかな。前も言ったけど、前配信で言ったか忘れた。回復しちゃった。ダイマックスアドベンチャーでも出る。それだとあれだね、好きなボールで確定で捕獲できて良いですね。ちょっと腹立ってきたな。捕まらんなこいつ。噛み砕いたろかな。それ痛いからやめて。もう一発は食らえる。ちょ黄色になるのやめようよ。あ、それ微妙なやつ、微妙な技ないからさ。あ、多分ダイマックスアドベンチャー水曜か金曜か、まあどっちかでやる、やりに行く。あっちでも伝説を捕まえねばならんので。水のリングって何？アクアリングじゃないんだね。あ、マスターボールあったわ。マスターボールでよくんねって思ったけど、たださ、アルセウス出るんだよね。図鑑。
あのレジェンズアルセウスで図鑑埋めて、埋めるとだっけ、こっちでアルセウス出るんだよね。その時にマスターボールって使うべきかな。もうちょっと回復して、もうちょっとだけ、そしたら噛み砕ける。頼むわ。あ、何ターン経ったっけ。30ぐらい経ったらタイマーボールも試したい。え、噛み砕いてよかったかな、確か。よし、好きなポケモンに使うか、他のソフトにどうしても。あ、メイン任務が終わればいけそう。ここでもアルセウス欲しいんよ。え、ちょ、いやでも別にあの捕獲率ゼロじゃないはずだから、いけるよね、普通にいける。本気が足りんだけや。黄色くなるな。ちょ、こういう時無駄投げになるからモンスターボールのがいいな。あれ？なんでさ、無駄投げになるからって言った時だけ捕まるの、そういう逆張りよくないよ。よっしゃー。眠る、あ、眠る、まあいいや。目のクラゲやっけ、ドックラゲに28なの。ハイパーボールか。ハイパーボール結構好きなんやけど、なんかあのデデンネとかは絶対ハイパーボール入れたいし。いや、意外となんか今普通に捕まったね。足跡変だ。平行して並ぶ空間の狭間に住むと言われている。どういうこと。神話に登場するポケモン、どういうこと。ちょっとニックネームはいいや。ニックネームはあのミライドンしかつけないから。あー、無事捕まった。でもまだ伝説っているの。あ、何もないんだ。なんか持たせるんだっけ。なんか白玉みたいなの持ってたよ、ほら。いないわ。あら、あ、君どこ行った。あ、どこ行った。いないいない。お、あ、こんなところに、卵の近くに。レベル低い。白玉持った。逆にディアルが何持つの。回復しよう、回復をしてあげよう。使えないってどういうことかな。ここならいいの。一番空飛べそうな場所やん。違う。あ、神聖な場所でせこいことするなってこと。あー、穴抜けの紐全然使ったことなかったけど、こういう風なんだ。ポケモンセンターに戻るとかじゃないんだ。
さあ、パルキアとイチローを回復させます。紐がポケセンに伝わってるの嫌すぎるポケセンからずっと伸ばしておきましたっていう何かあったら使います、そこでって。またね、殿堂入りしたいとは思ってるんだ。っていうか図鑑も全然埋まってないし、マジで全然埋まってない。大事。はい。一人誰がいたっけ？ミミロールかな？ピオネは捕まえた。マナフィーか。あ、マナフィー。マナフィー。マナフィー？これジラチだった。誰マナフィーって知らんな。変な卵の人かな。どっかで見たことある気が。あ、すごいガクガク動いちゃった。ピチョンくんみたいなやつ、ちょっと想像もつかん。あの、ん？信用図鑑でしょ？で、全国図鑑。なんかさ、あ、これで終わりじゃないの？伝説。全国490。あ、この下にいるんだ。全部伝説ってこと？だってこっから伝説の始まりだよね。で、あのさっき偶然入らせてもらえるようになった神殿に、その今ソーシールドでも集めてるやつがいて、それだと5人だったっけ、違うかな。このゲームだと早期得点っぽいから、アルセウスでゲットしたら連れては来れるかも。これいつ買った？絶対にリアタイで買ってない。絶対買ってない。2021年11月19日から22年2月20日の間であれば、早期購入特典としてマナフィの卵を入手できます図鑑にいないやつかな。これで図鑑にいたら結構な鬼畜じゃないあの、それ埋めないと無理みたいな。ミュウもらえるんじゃ。なんでだろう。あ、もしかしてあのピカブイ？ピカブイね、このスイッチでやってないんだ。ミュウをもらったら、あ、違う違う、間違えた、もらったらじゃない。ピカブイをクリアしたら、スイッチライトの方で、のーセーブデータをこっちに移すから、そしたら、もらえるかな。技を選んでください。あとはで歴代の伝説とレジ除いてもちらほらいる。あ、結構いるんか。
ボールカプセルはもう選んであるはずだぞ。君のはこれじゃないのか。夏だ、サマースタイルでいこう。で、これどうやってやるんだっけ。新米さんと天むす、おさむさんとちりん。なんでちりんなの。りこさんとおっおほん、ほうせいさんとチェリー。おコンテスト、だっていつ打つんだろう。あ、やべ。打ってみる。なんだ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 、何かが詰まっている上で見えてないけど、ちょっとあ、これ話すのも大事。しまったしまった。これかっこよさだよね、コンテスト。あ、よかった。ベストパフォーマー発表。はい、新米と天むす余裕じゃん。あれ、これ、ん？米と米印。え、こんなんだったっけ。なんかさ、何かと混ざってる気がする、自分の中で。あれ、これだったっけ。リズムゲーのみやったっけ。なんか技をさ、お互い出し合ってさ、参加者となんかやるっていうモードがあると思ってた。おい、あやたもいるぞ。あ、多分垂れ流してるんだと思う。あ、でもこれだったらまたやろう。またやろうって言って終わるけど。あ、66時間だ、プレイ時間が。